ですか？元気があればあるほどいい。平和さゆうぴーです。2年くらい前かな、ウイスキーストーンっていうものを紹介したんですよ。まあその頃から見てくれてる人がいたらすごい嬉しいんだけど、溶けない氷みたいな感じで、まあ普通の氷だったら徐々に溶けてきて、まあそのジュースが薄まっちゃうと。まあウイスキーストーンは石なんで、その溶けたりしないから薄まったりせずにジュースを飲むことができますよという代物なんです。ただね、その動画でも言ってるんだけど、なんかこう、石ころをね、なんかコップの中に入れてる感じがして、すごく見た目がよろしくなかったんですよね。でまあ俺って結構雑貨屋巡りとか好きでね、最近もちょっとこちらちら歩いてたらね、いいものを見つけちゃったんです。こちら。じゃらーん！フルーツアイスキューブでございます。ちょっととりあえず開けるね。なんかすごいカラフルで、なんか女子が喜びそうなね、感じのカラーリングしてますけれども。わかるかな？これ中にね、水が入ってるの。だからこれをそのままね、冷凍庫に入れれば、中の水が凍ってね、氷のようになると。まあだけど外は容器なんで、溶け出して外に出たりはしないと。ただ気になるのはウイスキーストーンと違って、こう容器に入ってるんで、どれぐらいね、冷たさが伝わるのかっていうのはありますけど、とりあえず、冷やしてこようと思います。ブーンブーンということで、冷やしてきたんですけれども、日付はなんとですね、2日ほど経っておりますね。紹介しませんでした。そう。来てますからね。だからね、こちらババン！完全にカチコチに凍ってます。もう硬いですね。中の水が完全に凍った状態になっております。今回はですね、コーラとオレンジジュースを用意しました。で、オレンジジュースは 100% です。100% オレンジジュースだったら、溶け出さないから、薄まらずに、この 100% オレンジジュースを楽しめるということでございます。こんな感じにしときますか。はい、すごい。カラフルだね。じゃあこれにオレンジジュースをね、結構常温に近い感じにしてます。見た目がやっぱりよろしくはないですね。おもちゃを入れてるみたいな、なんかあ、そう、こっちに比べてどうかっていう。まあ冷たい。あ、冷たくなってる。うん、あ、なってる。あ、うん、その程度のリアクションでしょ、冷たい時には。まあ要するに容器に入ってるから、それほどの冷却効果っていうかないんだけど、冷たいものをずっと維持するみたいな感じ。どっちかというとね。オッケー、お前たち。誰さっきのよりかは綺麗だね、うん、結構可愛らしい感じではありますけれどもね、まあ、女の子はいいのかもしれませんね。ペロンペロンね。ということでですね、コケ出さないね、薄まらないという素晴らしい商品でございます。あの、前買ったウイスキーストーン、石よりかは幾分かは見た目がよろしいということでね、皆さんぜひ買ってみてください。フルーツアイスキューブのご紹介でした。バイバイ。ほんとかよ。なんて言おうか。平和さはしなくていいんだよ、もう。じゃあ、今から凍らせてきますって終わってるよ、あんたも。ブンブーンから。あったましたけど、冷やしてきましたよ。あ、そういうこと？うん。ブーブーンからそうそうそう。ブーン